株式会社スプーンは、東京都杉並区小木久保に本社を置く、ホンダによって、製造、販売される四輪車を専門とした、エンジンチューナー及び、パーツメーカー。ブランド名は、スプーンスポーツ。リニューアル前のスピードショップタイプ1店内1988年1月に、杉並区下高井戸の甲州街道沿い、京王線、桜上水駅近くに、 ホンダ車を専門としたレースチューニング及びスピードショップとして創業。主にスポーティーカー及びスポーツカーを中心に取り扱い、内外を問わず多数のスプリントレース、耐久レースにおいて出走させている。その開発ノウハウを活かし、自社ブランドとしてパーツを開発、製造、販売を行う。 1996年2月に自社ビルを竣工し移転。会社名であるスプーンは鈴鹿サーキットのスプーンカーブに由来している。創業者であるシシマもレーシングドライバーであり、過去には FJ1600 やグループ A も含め多数のレースに参戦し、現在も自社レースカーをドライブしている。2001年5月には、 本社からほど近い場所にアンテナショップ、スピードショップタイプ1をオープンさせている。スプーンスポーツのアイテムスピードショップ時代は、他社製品や、ノーブランドのオリジナル品などを販売していた。その後、スプーンスポーツブランドを立ち上げ展開を始める。当初は、チューニングパーツの基本である、サスペンション関連やブレーキ関連が中心であったが、 後にチューニングされた駅やそれの一部を制御する、電子パーツ、ビテックコントローラーを、はじめ様々な部位のパーツを開発。エンジンのアッセンブリー販売も行っている。スプーンのレースカー第1号、N1 仕様の EF3 型シビック主に参戦した、レースや参戦中のレース。ありがとうございます。